ローラーすんのこれ。こっち行ったら聞こえる？まずですね、パペッターですね。これも前回ショボンガスやったんですけども、インポスター陣営です。一定時間かけて接触している間に憑依できます。憑依されたクルーは次に近づいた他のクルーをキルできます。キルが発生するか、リリースボタンを押すことによって憑依が解除されますと。憑依解除後数秒間は、行動が行えません。あとはドールメーカーですね。これもインポスター陣営で、キルの間にクルーを牢人形にできます。牢人形状態になったクルーは、行動ができなくなり、一定時間が経過するか、他のプレイヤーに触られるか、ミーティング開始時に死にます。だからもう、まあ、死は確定してるってことですね。いや、外すなよ。ドールメーカーどうなるのかめっちゃ気になるんだよな。ドールメーカーどうなるんだろう、マジで。いや、あまりにも騒がれて終わりでしょ。ドールメーカー。騒がれて終わりだろ、絶対。ドールメーカーは。ドールメーカー。ドールメーカーでさ、死んだ人そのまま喋れるのかな。助けてくれ、殺されたとかって言える。固めてくれ。試してほしいわ。エンジンのど真ん中からやってほしいよ。ああ、あれさ、金庫のマネキンタスクしてるところでさ、固めてほしいよ。マネキンがもう一人増えたな。一緒にマネキンやりたい。いや、これ、ここ、誰もボタン押さない。あ、今回のリセットないんですか？ないよ。ないんか。でも俺さ、ドールメーカー、クソ弱いと思うんだよな。あらららら。まあ、シカーモのドールメーカー、クソ弱い。めっちゃ弱い。ちょっとめっちゃ死んでる。今倒れたよね。ミュート感じちゃった。あ、ですね。竹尾ショボスケ。今ちょうど見ました。はい。ね、多分やったのがパペッターで、竹尾ショボスケ、あとペコロンと、あと5人いたんだよね。俺です。夏菜もいます。パタサコいなかった。パタサコ。なんだって。パタサコ。夏菜、ショボスケ、タケオ、他いないか。5人いたの、5人。5人いて、パペッターのごちゃ切れなんで、もう無理です。最悪だ。じゃあ、この中にその死体が、その死体が何？この死体がベレージかな。この中にパペッターがいる。絶対にいる。今言った5人の中にパペッターがいる。で、これが阿部ちゃんの死ぬほど直近のキルなんで。言ってることは間違っていないです。伊豆さんはすでに死んでた。あ、死んでた。あ、なるほど。じゃあ、牢人形じゃない。そう、牢人形してる地じゃないから。グリッチ？グリッチか。グリッチですね。あ、そうか、グリッチんのか。どっちだっけ？どっちな、どこだっけ？阿部の死体は。展望デッキの。じゃあね、伊豆さんもね、エンジン脇で左側行ってんの見てるから、そっち側のキルだと思うんですよ。じゃあ、柿さん違いそうですね。アーカイブ脇です、2人。はい、僕は最後までアーカイブ見ます。ね、影丸君、つなぱさん、俺。伊豆さん、一応、エンジン脇じゃなくて、宿舎脇で、僕と一緒にエンジンまで下がってます。で、多分ネロちゃんさんが配線やってるところに伊豆さんが合体しに行ってっていうところまで見ました、で、ブスって言って左行きました。ひどいひどい。ブスって言われました。これ切ったのはしょぼすけさんが切ったってことですか？とりあえず、いや、わかんない。誰が切ったかそれもわかんないですね。停電だったから。ワープもなかったらなんで俺に入ってくる。なんだ、パペッターに憑依された時間。誰だ？おい、お前だろ、おい。お前だ。誰だよ。お前だぞ。これなんだ。これパペッターじゃない。ドール待ち？これドール待ちです。あ、ちょっと。これ面白いな。ちょっと混ぜさせてほしい。固めてくれ。誰か誰か来ないかな。誰か来て。あ、でもカメラついてますよ。カメラついてるね。誰か呼んでくれ。なんか怖い匂いする。飛んどる。怖いよ、もう。いや、なんか話しかけてくるの全部怖いよ。影くん怖え。多分両方ともかなり、両方ともかなりギリギリのキルだから、次ボタン開けたらすぐにまたキル発生しちゃうかもしれないですね。ああ、ね、あ、キルクール的なやつか。なるほど。そうそうそう。
畑迫さんってずっとキッチンにいらっしゃいました？あ、ずっとキッチンです。僕が最後に多分キッチン合流した時ってもうフェコロンさん、畑迫さん、竹雄さん、しょぼすけさん、アベレージさんいたですか？あ、最初キッチンで一緒でしたね。あ、はい、もう最初からずっと一緒ですよ、うんうん、一緒。じゃあ伊豆さん切れるのって多分夏菜とネロちゃんさんどっちかしかなさそうな気します。うん、なるほど。そうですね。そのアーカイブのなんだっけ、柿スナーパイが白取り合えるんだったらそうなってくるかな。多分目を盗んでそっちに行った人をキルできないと思うし、うん、あと最後の数秒間は影丸くん見てるから左行けなさそうだし。はい、ちょっと僕メインを行って女性だけやってエレクトリカル降りてあのぐるぐる助けてました。この3人はとりあえずこの2キルにはどちらも関われない人物やったとは思っておりますが、オッケーです。まあそこまで詰まるんであれば俺と夏菜さんローラーでもいいんじゃないですかね。うん、大丈夫かな、ローラーっていうことは。ローラー難しいからな。いや、まあ、今はエグスキンじゃない。でもローラーの間違えると絶対お土産キルはされちゃうんで、うん、そうですね。あ、そうか、キルクル的にも多分もう次の。そうだから、もう一回確認したいんですけど、確認したいんですけど、うん、僕ブスって言われて武器庫の方に向かっていく伊豆さん見てまあ武器庫はごめんなさい、コミの方に行く伊豆さん見てるので、そのキッチン店舗にいた人間でできそうな人を洗っといた方がいいのかなと一応思ってます。ああ、そうですね、店舗から飛んできそうな人とか、うん、うんうんうん、そのキッチンにずっといた人たちで死にし続けてる人は、ああ展望から、いやでも停電になっちゃってから、停電の終わり際、うん、でもあの展望に最後会話してた人たちは無理じゃない？無理だと思う。近くにいた証明だもんね。なるほど。そう、あー、あれ？少ない。え、これローラーすんの？いやー、したかったらってローラーすんのこれ。こっち行ったら聞こえる？オニキと夏菜さん、俺の声届いてる？あ、おい、切ってんじゃん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 、もう。あ、しまった。お、どういうこと？どういうこと？多分、夏菜、夏菜です。あ、夏菜なんですけど、はい、操られるのって継続します？会議挟んでも。いや、しないと。しないですね。リセットかな。いや、多分リセットされると思うよ、さすがにパペッターは。じゃあ石になっ、あ、でもキルモーションになってました、絶対に。じゃあプシャリ、あなたが殺した。てか普通に夏野さんが僕は切ってるように見えて、うん、いや俺もそう見えたし、そう、うん、いや、マジごめん、俺アルトリストだからあそこリバイブすればよかったわ。ああどうだよお前、何してんだよ。マジごめん、反射でなの？反射でやっちゃった。おい、かけまる、お前何してんだよ。反射でレポートしちゃった。しまったって言ったから多分そうなんだろうなと思って。あー、ぽいね。そうそうそう、ほんとごめんなさい。あー、動画出てきたかもしれなかったのに。あー、もったいねー。ねーじゃない、やめてそんな裏の話。夏菜さんでいいよ。夏菜さん、アルトリストの動画作ったことあるから。そうか、じゃあ行く。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。僕が絶対切ってるんですけど、マジで申し訳ないですけど、うん、僕クルーなんで、鬼木って役職あります？僕はね、役職はない。まあ、だったらワンチャンの話でもいいかなとは思いますけどね。まあ、もともと釣る予定でしたんで。あ、これは、はい、釣ってもらって大丈夫です。なんですけど、鬼木どうします？これはネロちゃん、ネロちゃんがドールメーカーで、オニキパペッターで、沸いた瞬間に夏菜にパペッターを渡して、がありえるよね。の可能性があるから、ローラーはできるんじゃない？あ、でも僕容器かかってるのってドールメーカーじゃ、あ、そうか、パペッターの容器。いや、竹尾さんの容器はパペッターで、僕と竹尾、僕竹尾、ペコロンの容器がドールメーカー、うん、じゃなくて、パペッターか。はい。パペッターですね、あのキッチンの方が。パペッター、そうよね、だから、そうよね、だからパペッターだから、うん、あ、じゃあ、しょぼすけたけをフェコの中にパペッタがいる。いや、待って待って待って。え、ダメだ、ダメだ、ダメだ。だって僕目線って、ネロ、ナツナで、イチローしか落ちない。イチローか、イチ人外だから。あ。無事投票しました。これ僕釣ると多分2キルで終わる可能性も出てくるから。
同陣営だと2キルで終わる可能性があるからダメだ。あー、いや、これはついたことないな。鬼木はね、あの、ね、同陣営でね、残ってると2キルで負ける可能性があるからダメだ。僕は鬼木じゃないと思います。ペー、もしかしてあんたグリッチなんじゃないの。ペー、ボタン押します。ペー、あんたグリッチなんじゃないの。おいは後から来た俺が押せちゃうのかよ。まだまだだな。どういうこと。なんか文句言ってた。鬼木が弁護、あの、弁解の弁論しようとしているときに夏田さんが投票入れちゃったから、あーな、武雄さんは白に見えるんだよな。うん、なんか聞かせないようにしてたような動きでしたね。俺にしか聞こえなかった、近くにいたから。まあ、でも残りのインポスター陣営がしょぼすけ、武雄、ペコの中にいるのは確定だから。うん、で、逆に言えばいるの、パペッタで大丈夫、残っているのがだと思う。いるとしたらけど、え、夏菜さんは何だったのって話になるから、ドールになっちゃうってこと。夏菜さん自身がパペッターであるから、パペッター使用ができた、ってパペッターがいるみたいなことが言えた、言えてるし、 あと結構忘れちゃいけないのが、展望デッキで僕ら集まった時って結構ごちゃってたから、うん、ドールメーカーにやられてる可能性もある。いや、でも少なくとも夏菜さんはドールメーカーではないじゃん。夏菜さんでも、うん、あのキッチン最後の方に来たんですよね。っていうか、あれじゃなかったっけ、そもそもネロちゃん、夏菜さんの2人の証言から、うん、初手に死んだ、伊豆さん、うん、の方は、うん、伊豆アベレージだね、通常キルされてるだろうって話ですよね。グリッチって話でしたね。だから、ドールマスターはどこにいてもおかしくないんじゃない。ね、ネロナツナでグリッチが落ちてる場合って僕落としたら普通に負けます。まあ確かに。そうなんだよな。でも、パペッタードールメーカーが来ても、夏菜さん、もうそうだね。もう釣りはどっか入れなきゃいけないわ。そう、次2キロ来たわけか。個人的にはしょぼすけさん釣ってみたいけど。いや、ああ、そうなんだ。個人的には、ね。黒要素なくない？いや、スナッパイさんだ。なんでないけど、武雄さんが白いと思っていて、フェコノさんかショボスケさんだと思ってるんだよね。いや、俺は逆に武雄さんなんじゃないかなって思ってるんだけどな。僕が対抗するとしたらフェコノショボスケしかないんで、もうするしか。あ、俺なのか。あ、なるほどね。ごめんね、これはもう、うん、情報ずらさなきゃいけない。あ、これで私釣られるのか。あ、そうか。わかんな、やばいな。でも特殊点ってこのパペッタードールメーカーが今二陣外残ってる可能性も一応あるから、二陣外残ってる可能性があるから、あれやりました、あれ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 、うっさー、ごめんね。あー、いけたかー、危ない。危ない。危ない。おにぎじゃねえか。おにぎりか。ダメだ、ごめんなさい、僕のせいにそった。あれは、なんかいい感じにこちゃった。これ、グリッチいらないかも。ちょっときついですね。ちょっときつい。キルが早くすぎる。そう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 、キル能力者がちょっとエグいな。キルクールリセットなしでやるんだったらグリッチ抜いた方がいいかもしれません。そうですね。オッケー、じゃあグリッチ抜きました。グリッチ切るしかない。あれ、伊豆さん切ったのは結果誰だったことでいい。ほぼほぼ竹尾さんって言われたら切られました。俺がブスって言われたんだわ。そこは譲らねえ。実際はノちゃんさんが言われたと。そう、ドールメーカーで死んだときに喋れるのかどうかがマジで気になってるんだよ。めっちゃやりたいですよね。喋る人っていいんですか、これさ。最初のデッキで倒したとか、やったのって僕ですよね、多分。うん、だと思う。だから、あ、そうなんだ。ドールでやりましたね。押した瞬間に。だから、近づいて速攻押しました。なるほどね。なるほど。で、それがパペッターっていう話になりましたね。そうだよ、これが蘇生させてれば全部丸く収まったのに。そうなんだよ、蘇生させてたらキルの時の演出でどっちに殺されたか分かるんだよな。
でもあ、そうなんだ。覚醒させてる3秒間の間にリポートしたらめっちゃ強いですよね。でも多分、そうあれ、影丸さんがレポートしなかったら僕レポートしちゃってました、絶対に。うん、あ、ほんとっすか。あ、そうで。そうですね。竹尾さんがいるから、ね、忘れちゃうもん。いや、でも俺が悪いっす、これは。蘇生させる。俺が悪いっす。悪いやつ。俺が悪いっす。あ、僕ゲーム